日本ではスター選手として輝かしい実績を残した選手が引退後そのまま監督になるケースも多く存在します。しかしメジャーでは選手としてのキャリアがなくても実力があれば名監督へと上り詰めることができ、それがメジャーの世界なのです。その大きな理由は選手としての経験と監督としての実績、この2つは別の見方をされ、監督として地道なキャリアを積み重ねることで名監督が誕生します。今回は二流選手から名監督になった13名を見ていきましょう。まずはメジャー経験がない名監督から見ていきたいと思います。テリー・コリンズ、2007、2008年と NPB のオリックスでも指揮を取り、日本でも馴染み深い人も多いことでしょう。そんなコリンズの現役時代は1970年代にパイレーツとドジャースで10年間マイナー生活を送るも、一度もメジャー昇格を果たすことはできませんでした。それでもアストロズ、エンゼルスの監督を歴任し、2011年からはメッツの監督に就任、7年間指揮を取り、2015年にはチームを9年ぶりの地区優勝へ導くと、ポストシーズンでも古巣ドジャースとカブスを破り、見事15年ぶりのリーグ優勝を成し遂げています。ワールドシリーズ制覇はなかったものの、長年の豊富な監督経験は全米でも評価されているようですね。ジョン・マクナマラ、メジャーで19シーズンにわたり6球団で指揮を取ったマクナマラ、現役時代は1951年にセントルイス・カージナルスへ加入すると、その後はマイナーで15年以上を過ごした後、メジャー昇格を果たすことなく引退しました。そして1969年にはアスレチックスの監督に就任、1979年に率いたレッズでは地区優勝を果たします。さらに1986年にはレッドソックスを11年ぶりのリーグ優勝に導くと、自身初のワールドシリーズへ進出。しかし残念ながらこのシリーズでマクナマラは批判を買う采配を繰り返し、史上最悪のトンネルとも呼ばれるエラーなども絡み、王手をかけながら世界一には届きませんでした。それでもこの1986年にはリーグの年間最優秀監督に選ばれ、マイナー出身の名監督として高く評価されることになりました。バック・ショー・ウォルター、現在千賀滉大の所属するメッツで監督を務めるショー・ウォルター。そんなショー・ウォルターの現役時代は1977年の MLB ドラフト5巡目でヤンキースから指名され、プロの世界をスタートさせました。しかし7年間をマイナー球団で過ごし、メジャー昇格を果たすことなく現役を引退しました。そして1992年に古巣ヤンキースの監督に就任すると、ダイヤモンドバックス、レンジャーズ、オリオールズの監督を歴任、いずれも好成績を収めましたが、リーグ優勝など目に見えるような成功を収めたことはありませんでした。それでも指揮を取った5球団のうち4球団でリーグ最優秀監督に輝いています。勝率はいいわけではないが、短期間でポストシーズン進出チームを作る監督と、アメリカ球界では高い評価を受けています。ジョー・マドン、昨シーズン途中まで大谷翔平を擁するエンゼルスの監督を務めていたため、聞いたことがある人も多いことでしょう。現役時代はエンゼルスのマイナーでプレーしていたマドン、しかし1979年を最後にメジャー昇格を果たすことなく現役を引退しました。それでも2004年レイズの監督に就任すると、あのレイズ旋風を巻き起こしたのです。2008年、2011年には2度のリーグ最優秀監督賞を受賞、2008年と2010年の地区優勝を含め4度もポストシーズン進出を果たしました。そして2015年にカブスの監督に就任したマドンは、2016年にチームを108年ぶりのワールドシリーズ制覇へと導きました。カブスの都市伝説、ヤギの呪いを解いた監督として球史に名を残す名将になったのです。ジャック・マキーオン、マキーオンの現役時代は1949年にパイレーツとの契約でスタート、1951年に兵役に就いたことを除き、10年間もマイナーリーグでプレーし、メジャーに上がることなく現役を引退しました。そして1973年、ロイヤルズの監督に就任します。その後は4球団を指揮し、名将としての評価を高めていくことに。リーグ最優秀監督賞には1999年、2003年の2回選出。特に2003年シーズンの途中に就任したマーリンズでの功績では、ワイルドカードでポストシーズンへ進出を果たすと、ワールドシリーズではヤンキースを破り、チームも1997年以来6年ぶりのワールドチャンピオンへと導きました。ジム・リーランド、現役時代は1964年から1970年までタイガースのマイナーでプレーしていたリーランド、しかしその後メジャー昇格を果たすことはありませんでした。そして26歳でマイナーの監督に就任すると、
着実にステップアップを果たし、1986年にパイレーツの監督に就任。1990年から3年連続で地区優勝を果たし、1997年にはマーリンズの監督に就任します。すると就任1年目でワイルドカードからワールドチャンピオンに、球団創設5年目での世界一は当時史上最速でした。そして2006年にタイガースの監督に就任、初年度からワイルドカードでリーグ優勝し、2011年から2013年まで3年連続で地区優勝、2012年にはリーグ優勝へと導きました。選手の人心掌握術に長けており、バリー・ボンズやゲイリー・シェフィールドといった名うてのトラブルメーカーもリーランドの下ではおとなしかったと言われています。アール・ウィーバー、現役時代は14年間をマイナーで過ごし、一度もメジャー昇格を果たせなかったウィーバー、それでも監督としてはオリオールズの黄金期を築いた名将なのです。1968年から1986年にかけて17シーズンをオリオールズの監督として過ごし、地区優勝6回、うち4回のリーグ優勝、そして1970年にはワールドシリーズ制覇、さらに1シーズンの勝ち星が100勝を超えたのはなんと5度もあり、17年間で勝率が5割を切ったのはたった一度だけでした。その功績は偉大で、メジャーリーグでプレーせずに殿堂入りを果たした監督はウィーバーと口述するジョー・マッカーシーの2人だけ。マイナー選手からメジャーの監督として頂点を極めたウィーバーはまさに名将と言えるでしょう。ジョー・マッカーシー、マッカーシーの功績はまさにメジャーの歴史に名を刻んだものと言えるでしょう。現役時代をマイナー生活で終えたマッカーシーは24年間にもわたりメジャーの舞台で監督を務めました。カブス、ヤンキース、レッドソックスの3チームを指揮し、特にヤンキースの監督時代にはワールドシリーズに9回出場、そのうちなんと7回もワールドチャンピオンに輝いたのです。さらにリーグ最優秀監督賞を3回も受賞、そしてメジャー通算2125勝を誇る名将として地位を高め、監督としての24年間の勝率6割1分5厘は史上最高記録となっています。メジャーリーガーとしての経験がなくとも、監督として頂点に立ったジョー・マッカーシー、野球ファンにとって永遠に語り継がれるべき物語と言えるのではないでしょうか。ここまではメジャー経験がない名監督8名を紹介しました。続いてメジャー経験はあるものの、華やかな活躍とは程遠く二流選手だった後、名監督まで上り詰めた5名を見ていきましょう。ブルース・ボーチ、現在ア・リーグ西地区首位を走るレンジャーズの監督を務めるボーチ、現役時代はメジャー9年間で通算358試合に出場し、打率2割3分9厘、26本塁打、93打点と一見平凡な成績でした。しかし引退後、監督としての才能を開花させることに。パドレス、ジャイアンツを指揮すると25年間で6度の地区優勝に4度のリーグ優勝、そして圧巻の3度のワールドシリーズ制覇を成し遂げています。この功績から将来的な殿堂入りは確実視されることに。選手としてではなく監督としてメジャーの歴史に名を刻んでいます。トミー・ラソーダ、現役時代はメジャー3年間で18試合に登板し0勝4敗1セーブ、防御率 6.48。 選手としての活躍を果たせなかったラソーダですが、1976年にドジャースの監督に就任するとその才能は一気に開花します。就任2年目からワールドシリーズに2年連続で進出すると、6年目にはワールドシリーズ制覇、最終的に21年間ドジャースの監督を務め、地区優勝8回、リーグ優勝4回、ワールドシリーズ優勝2回という素晴らしい成績を残しました。日本でも野茂英雄がアメリカに渡った時のドジャースの監督として非常に有名ですが、このように超一流として輝いたラソーダの監督人生、選手時代の挫折が大きな糧になったのかもしれませんね。ボビー・コックス、超一流の監督へと変貌を遂げたコックス、現役時代を振り返るとメジャー2年間で通算220試合に出場し、打率2割2分5厘、9本塁打、58打点と目立った活躍は残せませんでした。しかしコックスの野球人生は監督としての道で輝き始めます。ブレーブス時代に11年連続地区優勝、5度のリーグ優勝に輝き、1995年にはワールドシリーズを制覇、ブレーブスの黄金期を築き上げ、監督としての手腕は通算2195勝を記録するほど。しかし通算158回の退場処分はギネス世界記録ともなり、その野球への情熱はまさに伝説となりました。トニー・ラルーサ、現役時代
メジャー6年間で通算132試合に出場し、打率1割9分9厘、0本塁打、7打点と結果を残すことができず、多くの人は彼を二流の選手としか見ていませんでした。しかし現役を引退し、監督としてのラルーサはまるで別人。ラルーサの指揮するチームは常にトップを争う強豪チームとなるのです。ホワイトソックスやアスレチックス、カージナルスで指揮を取ると、13度の地区優勝、6度のリーグ優勝、そして3度のワールドシリーズ制覇を成し遂げることになったのです。監督通算2902勝の記録は、まさに彼の偉大さを証明しています。さらに、ア・リーグとナ・リーグの両リーグでワールドチャンピオンに輝いた史上2人目の監督であり、両リーグでリーグ最優秀監督賞を受賞した2人目の監督でもあるのです。選手としては輝けなかったメジャーの舞台、その舞台でラルーサは監督として偉大なキャリアを築き上げました。メジャー経験が皆無、もしくはメジャーに上がってもほとんど輝くことがなかった二流以下の選手であっても、監督として実力次第でメジャーに這い上がり、このように名将と呼ばれるまでの優秀な監督が多数存在するのも、メジャーリーグの魅力の一つではないでしょうか。名選手だった名監督、その一方で名選手であり名監督にまでなった監督も当然存在します。その代表格といえば、現役時代にはブレーブスやカージナルスで活躍したジョー・トーリでしょう。トーリは1963年から1967年まで5年連続でオールスターに選出、1965年にはゴールドグラブ賞を受賞しました。さらに1971年には打率3割6分3厘、24本塁打、137打点の好成績でシーズン MVP や首位打者のタイトルを獲得。選手生活18年間で打率2割9分7厘、252本塁打、1185打点、2342安打という輝かしい成績を残しています。引退後は監督としての道へ。ヤンキースの指揮を取り、1996年に18年ぶりのワールドシリーズ進出を果たすと、さらに1998年から2000年にかけて3連覇、低迷していたヤンキース復活の立役者となりました。またメジャー史上初めて選手として2000本安打、監督として2000勝を達成。その後2008年にはドジャースの監督に就任し、31年ぶりの地区優勝連覇を成し遂げました。監督としての通算成績は2326勝1997敗。選手としても監督としても一時代を築いた通りのキャリアを振り返ると、何度も歴史に名を刻んだことがわかりますね。いかがでしたでしょうか。選手としての能力の高さは監督としてのマネージメント能力と必ずしもイコールにはならないということがわかりますよね。あなたの意見もぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。